ユリ支援学校では子どもたちにさまざまなスポーツに関心を持ってもらおうと、地元のプロスポーツ選手などから直接指導を受ける教室を毎年行っています。昨年度は北都銀行バドミントン部による教室や、ブラウブリッツ秋田によるサッカー教室なども開かれてきました。この日は TDK 公式野球部による野球教室が開かれました。TDK 公式野球部では、地域貢献活動の一環として、地元の保育園やスポーツ少年団などで教室を開き、多くの子どもたちに野球の楽しさを伝えています。飛びすぎや。なんかどこ投げてる。ユリ支援学校の生徒との交流は、今年で3年目です。この日は中学部の1年生から3年生までの生徒27人が参加しました。 OK ナイスボール。いいね、上手くなってきたね。指導を行ったのは TDK 公式野球部の選手16人です。生徒たちは選手と一緒にキャッチボールをしたりバッティングをするなどして野球の楽しさを体感していました。最初はうまくできず苦戦していた生徒たちでしたが、選手たちにやり方を教わると徐々にコツをつかんでいきました。選手たちは生徒たちがうまくいったときはナイスと声をかけていました。テレビチャンスや。ウェイ。わあ、ナイスウォッチ。いいね。わあ、すげえ。父さん、すごい。ぜひ TDK、嫌です。嫌です。最後はゲームが行われました。生徒たちの打ったボールはすべてホームランとみなされます。生徒たちはホームランを打った感覚を疑似体験しました。みんなに一緒に遊んで楽しかったです。ハイタッチできたところです。外れるときはとことん外れますが、まあ当たるときはここぞという時に当たってくれるのが楽しいからです。投げる時にまっすぐ投げてて取りやすかったです。優しい。丁寧に教えてもらって嬉しかったです。はい、ありがとうございました。はい、TDK の人たちと野球するなら毎日ずっと野球しててもいいです。いや、もうみんなもすごく元気でめちゃくちゃパワーもらいましたね。はい。何回も一緒にプレーした子たちもいるんで、すごく成長を感じますね。TDK っていうチームはやっぱりその地域の方々の支えがあってのやっぱ TDK だと思うんで、やっぱそこのつながりというのもしっかり大事にして今後やっていきたいですね。みんな楽しみに待っていました。この日が来ましたということで、十分楽しむことができたと思います。はい、野球ってなかなか体験すること経験することないんですけれども、はい、この野球教室をきっかけで、はい、打ったりボールをキャッチボールしたりすごい楽しいなということを皆さん感じ取ったようです。よかったです。野球が好きな子が意外とたくさんいまして、プロ野球や高校野球など楽しんでいる生徒もいます。今度はもしできれば TDK さんの方に行って一緒に何かクリーンアップをするとか、去年もちょっとやったんですが、そういう活動につなげていければなと思っています。 TDK ゴール。なお、この日の教室では今月21日に行われた
都市対抗野球一次予選秋田県大会に選手たちが出場するということで、生徒たちからエールが送られました。なお選手たちはこの大会で32年連続41度目の優勝を飾っています。選手たちはこの後、来月2日から8日に開催される二次予選の東北大会に駒を進めるということです。ゆり支援学校では今後も子どもたちにスポーツを通して様々な世代の人たちとの触れ合いを楽しんでもらいたいとしています。